酒を飲むなと睨んで叱る。次郎長やぶん怖い人、怖いその人また懐かし、第三すまして始末は、死での山人の近道を、夢にも知らずただ一人参りましたるところは、ここは名代の大阪の八軒屋から船に乗る。船は浮き物八軒屋から伏見に渡す渡し船は三十石といいますから、かなり大きい船でしょう。これ石松ちゃんが乗り込んで、余計なお宝を払って道の間のところ畳一畳ばかり買い切って、親分には難所だが、途中で買ってきた小さな酒樽、縁のかけた湯飲みついで飲む大阪本町橋の名物押し寿司を脇を置いて、酒を飲み寿司を食べているうちに、船が川の半ばに出る、乗り合い衆の話、利口がバカになって大きな声でしゃべる、お国自慢に名物自慢、しまいには豪傑な話が出る。武蔵坊弁慶とのみの宿根が相撲を取ったらどっちが強いだろう。つまらねえ話をしてやる。弁慶とのみの宿根が相撲を取ってたまるかい。だけど面白いな、この話が酒の魚になるからな。笑いながら飲んでたら、この話に枝から枝、いつしか咲いたよ見事な花が、変わりました親分衆の話となる。商売は道によってかしこしとやら、自分の都政の話が出た。もう親分次郎長の確か名前が出る。自分と乱暴の石松が聞いているとは夢にも知らず、乗り合い衆は大きな声、お前さんなんだね、大変この博打術が詳しいね。わしはこのヤクザものが好きでかしてね。はあ、どうでしょう、どこの国に一番いい親分がいますね。ほらまあ、なんて言っても関東でかしょう。え、関東、甲州、上州、武州、下総、信州なんて言ったら博打術の本場と言ってもいいくらいで、いい親分がいますからな。はあ、けど親分の数の多いところは誰が何と言っても東海道、三州寺妻の助、西尾の次助、三つ家の和田友蔵、藤枝長楽寺清兵衛、伊豆の大場の九八、藤氷宮島利蔵、保井軍の久保風亀吉、五位の玉屋の元禄なんて言ったらすごいからな。はは、詳しいなお前さんは。今街道一の親分ってえと誰でしょうね。東海道には親分の数はあるが、同じぐらいに肩並べてぐっとずぬけたのがないが、五年経つと街道一の親分ができますよ。はあ、誰です？この船が伏見に着く。
少し下へ下る草津の追い分けに、三受け屋の鎌太郎、年は28だが筆が立ってそろばんが高い、ヤクダに強いが肩に弱い真の強格。この三受け山鎌太郎、5年経ったら街道一の親分でかしょうな。なるほどな、名前は聞いてるがお目にかかったことはねえ。三受け山鎌太郎てえな、どこ行っても評判がいい。警備がけ通らにゃならねえ草津の追い分けか。一宿一般でお世話になって、おらはかりじゃねえが、向こうの貫禄をちょいっと測ってみようかい。独り言を言っている石松の脇でいい気持ちに寝ていた男がガバッと起き上がって、えっちょうるせえな、もうガガガガさんやってならんねや。しょうねえから話し合いてになろうと思ったら、弁慶とのみのすくねが相撲取ったってや。バカバカしいから黙ってたんだよ。おうおうありがてえねヤクザもんの話になったな、江戸っ子だい神田っ子だいふざけんやって。今お前さんなんとか言ったのよ、5年経ったら慶道一の親分ができる。笑せやら来年の話をすると鬼が笑うってんで。だからさ、今の話をしてくれ、慶道一の親分は今立派にあるじゃねえか。それを知らなかった街道一の親分は一体誰でございましょう。駿河の国が阿部郡清水港宇戸町に住む山本長老、通称清水次郎長、これが慶道一の親分よ。酒飲みながらこの話聞いていました。石松も今の話が出た時は思わず知らずにっこり笑い、持った杯そっとく待てば回路の潮にあり。ありがてえで出てきやがったよ。もう親分の名前が出たろうとさっきから待ってたんだが、やっぱりこういう話は江戸っ子に限んね。あんちをバカに気に入っちゃったよ。一杯飲ましてやろう。おう、おい江戸っ子江戸っ子、おわけの俺かい。おめだおめだおめだよ。こいきねこいこいすんね。ありがとう。江戸っ子だってな、神田の生まれだ。いいな、今日大阪の人の言葉あんまりおとなしくってこしとら喋ってちゃ決まりが悪くってしょうがない。それ行くと江戸っ子だい。長い話は短くってすんじまんだ。これを唱えてざっくばらんてんだ。おう飲みね。ええよ水晶食いね。飲みねよ。俺は釈するよ。うん、来た。今なんだの、ヤクザモンの話をしたな。さよで、慶道一の親は何とか言ったな。清水次郎長。なあ、次郎長。次郎長てえな、そんな偉いか。おう、なんで作業ごちそうになったり、寿司をごちそうになったりして文句言いたかねえが言いたくないじゃねえか。口は災いのかと、舌は災いのねってこと知らねえか。次郎長てえのはそんな偉い加藤なんだよ。加田のだろうという言葉は人を疑るよ。関東八カ国、関外六カ国、十四カ国に博打打ちの親分の数ある中に、次郎長ぐらい偉いのが二人と会ってたまるかい。飲みねえ、飲みねえよ、飲みねえよ。寿司を食いねえ、寿司を。もっとこっち呼んねえ。江戸っ子だってねえ、神田の生まれ。そうだってねえ。けどお前さんの命だけど、次郎長ばかりが偉いんじゃない。まだ他に偉いのがあるか。物事出世をするのには話し相手番頭役が肝心さ。出世大将太鼓しでよしこに竹中半兵衛という人あり、徳川家康公に難攻防展開あり。
と下がるが紀州の人みかんで売り出すあの紀の国や文左衛門も先代の浪人で林長五郎という人が番頭さんになったから文左衛門が出世をした。次郎長はとてもその通り話し相手が偉いのよ。いい話し相手がいるからな、あそこには。誰だよその次郎長の話し相手ってのは。子分だよ。え、子分。いい子分がいるで次郎長には。飲みねえ飲みねえよ飲みねえよ。寿司を食いねえ寿司を。もっとこっち呼んねえ。江戸っ子だってな、神田の生まれよ。そうだってね。そんな何か、あの次郎長にはいい子分がいるかい。千人自覚子分があって、その中に大頭元を務めて人に親分兄と言われるような人が28人。これを唱えて清水の28人衆。この28人衆の中に次郎長ぐらい偉いのがまだ 5、6人いるからね。飲みねえよ飲みねえよ。もっとこっち呼んねえ。お前さんね、バカに詳しいようだ。俺は聞くんだけど、次郎長の子分の大勢ある中で兄弟の貫禄は問わないが、一番強いのは誰だか知ってるかい。あれ知ってない。清水一家で一番強いのは、うん、終わりのお先手槍組の小頭、槍を取って山本流の使い手山本政五郎、武家嫌ってヤクザになって次郎長の子分、体が大きいから清水の大政、これが一番だな。ああ、やっぱりあいつにはかなわねえな。あの野郎槍を使いやがるからね。俺はまるっきり槍を知らねえからな。槍っぱなしだから俺は。と二番は誰でいい。浜松の魚売りのせがれ、お父っつぁんに煩われて食うことができないしじみを売って親孝行、おかみから三度褒美をいただいたが13の暮れにお父っつぁんに死に別れて、なんとかやけだってんで博打打ちになって次郎長の子分、体が小さいから人がバカにしていけない、剣術を習おう、並大抵の剣術じゃダメだって居合抜きを習った。三所小粒でしりりと辛いよ。大きな喧嘩は大政だが小さい喧嘩は小政に限るって。小政が二番だな。アンチよ手が早いからねえの。3番は誰でいい。戦時の草加の在の大瀬村の村役人のせがれ、大瀬半五郎だね。あいつは利口だからな、人間がな。俺はどっちかっていうと少しおっちょこちょいだからな、まったく。4番は誰でいい。遠州秋葉三尺坊の島釣りでお父っつぁんの敵討ちをした増川千右衛門だな。だん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 下がってきや。だっていやでもでも5番にゃ俺よりねえだろ。5番は法院大五郎、6番は追い分け三五郎、7番は終わりの大野の鶴吉、8番は終わりの桶屋の吉五郎、9番は三代の松五郎、10番は富山の大熊。出てこねえねこのね。この野郎俺を知らねえな。嫌な野郎に会っちゃったな、こりゃ。ずいぶん寿司を食いやがって。また11番は小馬熊、12番は豚松、13番は伊達の五郎、14番は石屋の十吉、15番はお相撲綱、16番はなめぐり初五郎、17番はうるせえなお下足の札もらってんじゃねえ。いくら次郎長の子分が強いだって強いと言って自慢すんな、そんなもんだよ。後のやつはもう一山いくらのガリガリ猛者ばっかりだよ。ねやろ、とうとうガリガリ猛者にしやったな俺を。やい、もっと前に出ろ。面白くねえなてめえは。俺はね、初めておめえの顔見た時に、ああこいつは面白くねえなと思ったんだ本当は。さっきから黙って見てるてめえ誰の食ってやん。酒だって寿司だってみんな俺が買ったんだぞ。
何も酒飲んだ寿司を食ったからって怒るようなしみったれねえよ、ほら。けど怒りたくないじゃねえか。おめえなんだね、詳しいように見えるがあんまり詳しくねえな。次郎長の古文で肝心なのを一人忘れてやしませんかてんだ。この船が伏見に着くまででいいから胸に手当ててよく考えつくれ。えおい、泣いたってしょうねえな、お前さんな。いくら胸に手当てて考えたってその方かに強いとい強い。お一人あった。今日見る誰だい、これは強いや。お奇妙院常五郎。いやなやらだね、こんちちゃ。おませぶすんな、おませぶりよ。そんなもの考えろってんじゃねえ。もっと強いのがあるんでしょ。清水一家で一番強いのが。お前さんね、気を落ち着けて考えつくれ。もう何事も心配しないで。心配なんかしてやんねやな。どう考えだって誰に言わしたって清水一家で一番強いといえば大政に小政、大瀬半五郎、遠州森の井。え、大政に小政、大瀬半五郎、遠州森の井。あれ森の井氏もだー、客人すまで井の一番に言わなきゃならない清水一家で一番強いのを一人忘れていたよ。面白くなってきちゃったな、これ。これね、この酒ね、今飲めてんじゃないよ。お預けだよ、これ。後の出ようによってみんな飲ましたんだから。誰その一番強い。彼は強い。大政だって小政だってかなわねえ。清水一家だ離れて強い。ん、遠州森の生まれだ。まった、おわんなさい。もっとこっち呼んね。俺ね、なんとなくお前さんが好きでしょうがねえ。初めてお前さんの顔見た時に、ああこの人はいいなと思ったよ。ほらもっとこっちやんだ、こっち。誰よその一番強い。彼は強い。遠州森の福田屋という宿屋のせがれだ。なるほど、左の目、左の、はい。大変だよこりゃ。お前さんと同じだい。何が、目が片っぽよくない。やっぱりこの左なんだよ。森の石松ってんだい。これが一番強いやい。飲みねえ、飲みねえよ、飲みねえよ。寿司を食いねえ、寿司を。もっとこっち呼んねえ。江戸っ子だってねえ、神田の生まれで。そうだってな。そんなん何かを、その石松は強いかい。強いかいなんてものはこんなもんじゃないよ。神武この方、博打打ちの数ある中に、強いと言ったら石松ちゃんが日本一でしょうな。おめえ、小漬やろうか。え、あんのかい。そうかい。そんな強い、強いたってあんな強いのないよ。そう、だけどあいつは人間がバカだからね。いやなやらだな、こんちちゃ。上げたり下げたりしてやん。清水一家の森の石松はバカ。バカだってね、東海道で一番バカなんだ、あいつは。だからお前さん、東海道をゆっくり歩いてごらんなさい。あいつの噂で大変。この頃小さな娘がね、子守歌に歌ってますよ。何を？石松さんの音。子守歌？うん。へえ。俺聞いたことね、おめその子守歌知ってるか。わしは知ってますよ。うん。やってみな。え？やってみな。何を？子守歌。やってみましょう。お茶の香りの東海道、清水一家の名物男、遠州森の石松は、シラフの時は良いけれど、お酒飲んだら乱暴者よ、喧嘩早いがたまに来、バカは知らなきゃ治らない。石松ってやつは本当にバカだからね、あいつは。チキショーがっかりさせやる、この野郎。ああ小遣いやらなくてよかったよ、こりゃ。
笑いのうちにこの船が無事に伏見着きました。船から上がる石松がお山を参り京都見物できまして、これから清水海に道通りかかったところは草津追い分け三池山、ここの家臣ごと鎌太郎お目にかかったたことはないけれど、人の噂でちょいちょい聞くが、かなり評判のいいお方、どのくらい貫禄を持つ人か、はかりじゃねえがこの俺がちょいと測ってみようかなと独り言言いながら、参りましたよ鎌太郎宅。この時の石松の姿が白の蛇形の人へこんの一本六個手綱染めの上三尺、千草の半桃式、同じく山のつかない茶飯、素足にわらじ、着物の裾を三方をたっかくはしょって、丸の中に金の字真鍮の金子の打ったのがこんぴら沢のお守り、それを背中にしょって傘を阿弥陀にかぶって、こぼれ松葉の手ぬぐいを首んところに引っ掛けて、新東家寺池田鬼神丸を一本刺して、右の手要の取れた扇子を一本持っていたそうです。鎌太郎のうちの前まで来るとかぶっている傘を取って脇を置いた、刺しているものを抜いて下げを柄頭へちょいっと絡んで小尻を前に出した、それを右の手持ちました。ご当家には恨み以降はございません、お手向かいはいたしません、口には出さない形で見せる因果な家業、そうして石松の切った仁義がまことに立派であった、三池山鎌太郎と森の石松のお話、ちょうど時間となりました。ちょっと一息願いまして、またのご縁とお預かり。